来たか。ママさん、スパイの才能があるぞ。頼んだ書類はちゃんと全部手に入れた。人を思い通りに動かすことにかけちゃ年金が入ってるからね。本人は喜んじゃいないようだったが。さてと、あれはごく普通の患者が通う地元の診療所だが、首にギプスを巻いて出てくる連中が異常に多い。あの車見ろよ。落としたやつはコルベットに乗っていたんだよな。そこでダチにナンバーを調べてもらった。持ち主はライアン・ジョンソン。詐欺と脅迫で仮釈放中ってことは、車も高級腕時計も普通に働いて買ったもんじゃないってわけだ。カリアを脅したやつに間違いなさそうです。偽の ID 用意しといたぞ。ノースカロライナ出身、エリック・リーのダチって設定だ。エリックってライアンの仲間だったが、カリアの旦那が死んだ玉突き事故で一緒に死んでいる。資料にキャラクター書いといた。読んどけよ。そんじゃ一丁ドライブしてくっかな。頑張れよ。スパイは基礎訓練で正確な運転技術を身につける。役に立つのは追跡するかされるとき。だが場合によっては自分を売り込むのにも有効だ。お兄ちゃん、ちょ待ってよ、話があるんだよ。あんたライアン・ジョンソンだよな。何の用だ。何の用って、職探しに決まってんだろうが。